はい、キャノンマンティキンジャパンさんに来ました。まあ、キャノンといえばレンズですが、まあ、今回タンダマがというかシネレンズが、まあ、ザクッとこう綺麗に展示されてるんですが、一つ新製品ということでね。はい、ナベで発表いたしました CN20 倍というこちらのレンズが、ラインナップに加わりました。従来の6本でしたけども14、20の間がなくて、まあ、お客様も結構この辺のニーズが多かったということで弊社の方で今回20ミリを発売することになりました。発売は10月を予定しています。これであれですよね、まあ、一揃い今50ミリがあっちのあっちですね、あの後ろの700のデモ機についちゃって今6本なんですけど、はい、これで7本組になって、そうですね、で14ミリから、まあ、135ミリのね、そうですね、はい、揃ってます。であれですもん、口径とかあれが全部同じなので、まあ、135ミリちょっと大きいんですけど、あとは、はい、同じサイズ感で作ったので、まあ、マットボックスとかその取り付けも楽だ。そうですね、当然口径が一緒なので、まあ、違和感なくこの辺まで扱えますね。135から今おっしゃってちょっと大きいんですけどね、はい、これマウントの方はやっぱり EF と PL と、今のところ EF だけです。なるほどなるほど。これ将来的に PL も行くんですかね。ちょっと今のところは分かんないですね、まだね、はい、まあ、まあ EF ってことでも完全に、シネマ EOS 系700とか、そうですね、200とかね、100、300とか、まああれにした時に、まあ、レンズ情報もバッチリ来るということですね。そうです、レンズメタデータも接点がございますので、それはカメラの方に全部情報として流れます。10月販売ということで。はい、そうです。値段的には、タッチと対して変わらないような、はい、ただですね、若干お高く若干お高い、はい、なるほど、分かりました。はい、はい、キャノンさんといえば実はモニターを結構力を入れてるんですよね。今回は NAB で発表された2機種が、やっぱり九州初展示ということでされていますが、ファームアップとか南部からちょっと上がったようなお話を。そうですね、6月末にですね、無償のファームアップを公開させていただいてまして、まあ、キャノンとしては HDR というところにより対応していこうというところで、毎年まあ1回は対応していくような感じになってます。やっぱりこのやっぱ大きな特徴というのは、はい、今回まあ2機種ともですね、従来の 3GHDSDI というところから 12GHDSDI のケーブルに対応するような形になってます。なので、まあ、ケーブル1本で 4K の映像を表示できるというところです。で、さらにですね、今回すいません、こちらになるんですけれども、4K のケーブル1本で出ますので、あ、すいません、このようなですね、4K の絵を圧縮して 2K で表示できますので、それぞれ 4K の、まあ、実際は 2K になるんですけれども、 4K のものを4つこうまとめて確認ができるような、はい、形になってます。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、結局じゃあ 2K を 4K と入れることもできるってこと？4K のですね、 4K と入るようになったんですね。 4K の絵が 4K と入るようになったので、なるほど、12G に対応したので。そういうことですね。ですね。あ、だから今同じ絵がいっちゃってるけど、はい、そうですね。すいません、ちょっと今デモとしてちょっと映像が 1個しかないので4つ同じものが出てますけど、ね、はい、従来は違う絵が4つ確認できるようになってます。まあ簡単に言うと変な話、4カメ分の映像が一気に確認できますね。はい、1台で4カメ分確認できますね。このそっか、あれですか、まだいろんな多分バージョンアップがあると思うんですが、将来的な話だと何か、将来的なところでは、まだいろいろ検討中といったところではあるんですけれども、多分まあまあさらにあれですよね、これの先 IBC とかインターネットインターミーがあると思うんですけど、まあ、それに対してまあいろいろまだバージョンアップしてくるんですね。そうですね、今後のまあ HDR というのは徐々に変わっていくので、そこに向けてまあキャノンとしては毎年無償でファームアップというのを公開はする予定ですので、今後とも引き続き製品を使っていただければ、そこのサポートは手厚くやっていく予定ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。